生麦、生米、生卵、生ガキ、生チョコ、生ビール、生麩、生ウニ、生春巻きに、生ハム、生菓子、生八つ橋。ツナマヨをやめて塩結びにした瞬間が私の成人式。日本が世界に誇る陰謀系 YouTuber ベイベイヨネダです。世間一般で陰謀論と呼ばれるものこそが実は真実、世間一般で真実と呼ばれるものこそが実は陰謀論。今日のテーマはズバリ、日本の支配者は誰だ。カモンベイベー。日本の支配者といえば真っ先に思い浮かぶのは天皇ですね。 CIA のデータベースにも日本の国家元首は天皇であると記されているそうです。しかし日本の歴史は傀儡の歴史。例えば平安時代には藤原家が天皇を権威として立てつつ実権を握りました。鎌倉時代は天皇家や将軍家を差し置いて執権である北条氏が実質的な支配者でした。関白となった豊臣秀吉、将軍となった徳川家も同様です。近年では田中角栄元首相がキングメーカーと言われ、時の首相を実質的に決める力を持っていたと言われています。では今この瞬間、この支配の構造の頂点にいるのは誰なのか。私たちは結局のところ資本主義社会の住民です。資本主義とは何か。資本とは要するにお金。資本主義社会とは要するにお金中心社会。そこで一番多くお金を稼いでいる会社が日本の支配者であるという考え方が成り立ちます。すなわちトヨ自動車。あとはこの会社の株主を見ればこの国の支配者はおのずから明らかになります。なぜなら会社社会においては株主こそが会社のオーナー、すなわち権力者だからです。つまらん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 、こんなものは陰謀論でも何でもない。これはただの正論だ。さてアメリカ合衆国が日本に対して絶大な影響力を持っている。さらには日本はアメリカの実質的な植民地、すなわち属国であるということを言う人がいます。これは事実でしょうか。根拠のない陰謀論はただの暴論です。陰謀系 YouTuber であるベイベイヨネダがお伝えするのは陰謀論であって暴論ではありません。私は陰謀論の中に暴論を潜ませる陰謀論者では断じてありません。